次撮るならこういう声の撮ってほしいなとか、こういう場所で撮りたいなとかありますか？あ、今回の写真集で、あ、へえ、なんかお正月とかって今12月じゃないですか。なんか正月付近のなんかこう街に人がいない感じとかなんかすごい好きで、なんかそういう感じとか撮ってもらえたらいいなって、その辺歩いてたり、なんかすごくいろんなとこ行ったりとかさせてもらったんで、なんかその辺でカレー食べるとかなんかそういうのもいいなって、ちょっと近くにのゾーンに入ってくるのかな、日常というか、そうですかね、当たり前のものを撮ってみる、見せていきたいのか、そう、なんかそういう感じがいいかなって思ってますけど、どうだろう。めちゃくちゃいい。ちなみに家庭家のお正月って、はい、どんな感じなんですか？毎年。毎年、そうだな、私テレビ大好きなんで、もう年越しはテレビ見て鍋とかして過ごして、でなんか適当に起きて、で実家行って、で近くにおじいちゃん家もあるんで挨拶行って、でなんかそのまんまずっとご飯食べてます。M1 の日、あの何時以降仕事 NG でした。ガチです。今年はあれですよね、はい、去年かレルマークのクリスマスイブ。そうなんですよ、イブも笑い好きな友達何人かと鍋囲んで M1 見るっていう。敗者復活の、はい、7時間ぐらいですよね、今年は。そうですね、全部通しであるんですよ、ね。まあ、見れたら見たいんですけど、そうですね、まあ、でも仕事中とかに見ながら決勝はみんなで見るみたいな感じ。最近こう注目してる漫才師さん、最近、誰だろうな、最近ではないかもしれないんですけど、なんか風数やってわかる、はい、あります、風数あの若手芸人、はい、なんかめっちゃ頭空っぽになって笑えるんですよね。風水は結構なんかちょっと元気欲しいなって時に見ますね。なるほど、ちょっと疲れた時に、はい、オーマイゴッドファーザーオーマイゴッドファーザー降臨、よいしょでしたっけ。なるほど、はい、そうなんですね、結構元気な、はい、バカバカしいですね、曲みたいな。そうですね、いや、よく見に行くのは霜降りさん、霜降り明星目当てで行きます。なんかすごくて、 なんて言うんだろう、なんか本当に2人のテンポとか掛け合いの感じがなんか生で見るとよりなんかもうすっごいなんか演奏聴いてるみたいな感じがあって、ちょっとジャズっぽいっすよね。 そうかもしれないです、うん、ジャズっぽいかも、なんかそれを浴びに行ってます。気分転換で言うと、はい、お笑い見に行く、あー好きですね、なんか笑えるし、そのなんか浴びるみたいな感覚もあって、結構劇場出た時に力みなぎってます。笑い疲れっていうのもあるんですけど、
でもなんかすごいすごいなと思いますね、お笑いの力は。仕事に関してはお芝居は今後もやっていきたいなって思うし、そうだな、でもなんかもっとどんどん自由になっていけたらいいなって思います。自由、はい、幸せな感じがなんか伝わってきて、うん、いや本当に幸せすぎて、死ぬのかもって思った。そこまでですか。死にたくないけど。